岐阜県恵那市にやってきました。今日のオープニングは恵那峡からスタートです。見渡す限り緑、自然豊かです。東海3県の町自慢ランキングから気になる自慢を徹底調査。地元自慢ランキング町天。今回は岐阜県恵那市。グルメに絶景と秋の魅力が満載ということで、恵那市の自慢トップ10こちらです。じゃじゃん。おお、やっぱり1位は恵那峡。これは紅葉っていうのも込みで1位なんじゃないですか。銀の森大好き。ご飯に使うあの出汁をここで買います。このランキングはウルフィンアプリで募集した情報をもとに、恵那市の地域密着生活情報誌マイカクラブの編集室が作成。町の方でも、観光スポットでもどちらでも楽しめるのが、恵那の魅力かなと思っております。雄大な渓谷美を誇る恵那峡が堂々の1位。失礼します。大パノラマの絶景を楽しむなら遊覧船で決まり。わあ、綺麗。もうすぐ壮大な渓谷を紅葉が彩ります。見ごろは11月上旬とのこと。楽しみだね。4位にランクインしたのは岩村城下町。情緒あふれる景色が広がります。見どころ満載な恵那市のベスト10で、地元市激推しの気になる自慢は、これグルメじゃないですか。待って、まだちょっとグルメ少ないですもんね。恵那市の自慢6位はこちらです。じゃじゃん。光食堂。ほら、やっぱりご飯だ。食堂っていいですね。今ですね、はい、恵那の自慢を調査しているんですけど、はい、地元の方ですか。そうです、はい。恵那の自慢といえば、恵那は栗きんとん。まさに今時期ですもんね。ちなみにそのグルメで言うと、はい、6位の光食堂ってご存知ですか。あ、はい、あのたまに行きます。そうですか、はい、エビフライが好きです。いいですね。結構大きめで、何頼みますか。私はカツ丼。オムライスとか。オムライス、あ、はい、和もあって洋もあって、そうですね。どんな食堂ですか、光食堂。昔ながらの大衆食堂。聞き込みによると、和洋食のメニューが豊富な昔ながらの食堂とのこと。もう見つけちゃった。食事処光って赤い看板出てますね。あー、店構えもとってもレトロ。この文字の感じとか、これも昔から変わってないんでしょうね、きっと。味がある。こんにちは、お邪魔します。いいですね、なんか落ち着くわ。今日はどちらから来ましたか。あ、地元の。あ、地元の方、はい、よく来るんですか。行きますよ、50年ぐらい。50年。何食べても美味しいんで。70年以上もの間、地元で愛され続ける光食堂。伝統の味を受け継ぐカツ丼に鉄板ナポリタンなど、自慢は和食と洋食メニューなのですが、唐揚げもあって、ロースカツ定食、冷麺、サラダうどん、パスタ。これ何種類あるんですか。95、6ぐらいだったのかな。95、6って、それは選べませんよ。客が毎日来ても飽きないよう、メニューはおよそ95種類。中でも一押しが、はい、光プレートインです。こんな大きいんですか。オムライスにハンバーグにエビフライ、大人のお子様プレートだ。よく言われます、ね、うわ。数あるメニューの中から人気メニューだけをいいとこ取りした光プレート。食べ応えのある大きなエビフライに、合いびき肉の手作りハンバーグ、ふわとろ卵のオムライスには、自慢の自家製デミグラスソースをたっぷりと。いただきます。
卵がまたなんかまろやかで、このコク深いデミグラスソースと合う。これは愛される理由がわかりますよ。だって私も初めて来たけど、なんだかね、こう、あ、ただいまというか久しぶりみたいな感じの雰囲気というか、はい、味を感じましたもん。 ありがとうございます、これからも長く頑張ってください。はい、なんとか100周年までは頑張って あと30年くらい、はい、30年弱頑張ります。100年と言わないことここで恵那市内を少しドライブすると、え、何これ、え、何ですかこれ、怪獣みたいなのがいた、クマ、何ですかあれ、へえ、怖い何ですかこれ、ちょっと本当に怖い、あのこれ以上近づけない感じ大きい、何メートルがあるんだろう。実はこれ、クマの形をしたカカシン。地元の人たちが害獣対策として作ったのが始まりですが、田んぼを見守るユニークな佇まいが評判を呼び、今ではフォトスポットに。うわ、せっかくなので記念に1枚。ここでバス待つのもなんだか圧がすごいですね。9位はこちら、じゃじゃん、岩村ごっこって読むんですか、なんだろう、なんとかごっこっていう、その子供がやる遊び、いいですか、お話聞いても。 ありがとうございます。岩村ごっこについて調査しているんですけど、はい、これね、あの体験プログラムなんですよ。何の体験ですか。いろいろあるの、プログラム藍染めとか、はい、サンキャッチャー作ったりとか。へー、素敵。学ぶっていうことですね、遊びで学ぶ。なるほど、うん、岩村ごっこは岩村町の歴史や文化を遊びながら学ぶ体験プログラムの総称。旗織りやスイーツ作りなどが楽しめますが、おすすめはこちらですか、かやぶき屋根の。へえ、なんか雰囲気ありますね。あ、こんにちは。気持ちになる、夫婦で管理しております、西尾です。どうかよろしくお願いします。西尾さん、はい、西尾さん、西尾さん、西尾です。ルーツをたどるとそうかもしれない、はい、本当ですね、はい、築およそ140年の古民家で体験できるあることとは、まあ、この地方のいわゆる郷土食、五平餅作りを体験。五平餅、はい、やったー私五平餅大好きで、はい、ロケの合間に、はい、もう五平餅2個食べてしまった。じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします。これが今炊きたてのご飯です。富田のコシ、コシヒカリです。コシヒカリ、はい、これを潰してもらうんですけど、はい、いいですかね、クセバットのようにいきます。はい、このぐらいギュッと押してください。あ、ちょっともったいない気もするけど、あのそうしないと串にいい風につかないので、ちょっと本気出していいですか。はい勢いよく潰す西尾アナでしたが、帰りましょうかちょっとすいません、情けない私いい塩梅に米を潰したら、あつあつもちもち、形を整え串に固めて一度素焼きに。うわ、ナイス2センチ。あ、もうこうやって五平餅眺めてる瞬間も幸せ好きすぎて分かんなくなるぐらい好きなんですよね味の決め手となるタレは、くるみやピーナッツが入った醤油ベースの特製ダレ。早速五平餅をくぐらせます。わあ、これやってみたかったんだよね、はい、五平餅に自分でタレつけるって。いや、あのひねらなくてもいいですから、ぐーっとゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくり抜いてください。タレがたくさんついてますよね。うわ、美味しそう。 あとはじっくり焦らず香ばしく焼くだけ。ああ、いい感じになってきましたね。
上手。はい、完成です。わー、はい、できました。初めての手作り五平餅。西尾アナの力作五平餅、そのお味やいかに。うわー、涙が出そう。これこそ西尾おいしい。ありがとうございます。